これ、多分言った側に悪気はないと思うんですが、精神病や発達障害の人を見て、かわいそうって言ってる人いるんですよね。で、これ思ったんですけど、確かに苦労してる人はいると思うんですよね。でも自分に合った環境なら苦労しないし幸せだと思うんですよ。現に精神病で、かわいそうだという偏見を持たれるのが嫌だっていう人、知ってますからね。昔ユタボン君が、不登校は不幸じゃないっていう発言してたじゃないですか。それを聞いて、世の中の不登校にもいろんなタイプがいるんだなって視点が広がったんですよ。だから不登校は弱い人間なんだという偏見を持つこと自体が失礼なんだなと思いましたね。